こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう10月は年末ですね。もう感覚的に言うと、その10月は10月ですけど、10月を生きるということは11月を見据え、12月を見据えっていうことになっていきますから、自然と。となるともう年末モード、年末ジャンフェス、ジャンプフェスタがあるなとか、近年は連続して出ているので、僕のヒーローアカデミアという作品で出ているので、ジャンフェスが来ると今年も終わりだなっていう気がやっぱりするんでね。12月の、中旬くらいでしたっけ、から末に向けてジャンフェス、あ、もう今年も終わりかっていうんで、幕張でね、そういうことを思ってるんですけれども、さて、そんな中 K-POP はね、チェックしてまして、 XG、ミニアルバムが新しく出て、まあ、これはまだそんなに聞けてないので、これから聞いていこうと思うんですが、 XG はとにかくシューティングスターっていう曲がすごい好きで、メンバー誰々がとかっていうのはあんまり知らないんですけど、とにかくこの曲がすごい何回も聴いてて、かっこいいところとこう切ないところを行ったり来たりする感じがすごい良くて、いい曲だなと思って聴いてきたので、新風も聴こうと思ってるんですけど、あとは IVE ですね。なんか一つ新しいのが公開されてて、一曲これすごい良かったんですけど、またまとまったやつが出るみたいなので、これをすごい楽しみにしてます。あと曲で言うと、アクトンミュージシャンっていう AKMU って表記される2人のグループ、デュオ、わかんない言い方は、そのミュージシャンのラブリーっていう曲が今すごい流行っていて、これも多分最初はニュージーンズのヘリンというメンバーがカバーした動画を見たと思うんですけど、この曲がすごいいいんですよね。なんかすごいポップで、なんかこう元ネタがあるのかどうかわかんないですけれども、まあ今っぽさもありつつ懐かしさもありつつ、すごい耳に残るメロディーと曲の構成になっていて、いやこれはいいなって感じで、この曲も繰り返しいろいろこうカバーバージョンもねあるし、本人のライブというか番組に出た動画とかもね見ていて、ラブリーはいい曲ですね。かと思えば、日本のファーストテイクに G アイドルが出ていたり、こう行き来する感じが面白いですよね。K-POP 日本のリスナーが聞いたり楽しんだりしたり、あるいはまあ日本の音楽を韓国の人が聞くっていうパターンもあるだろうし、こういろんなコンテンツが行き交って、それぞれこう切磋琢磨するとね面白いのかなっていうのは、まあ、あの日本のアニメを韓国の人、他の国々の人が楽しんでくれてるっていう状況はあるだろうし、あるいは韓国のコンテンツを日本の人が楽しむっていうこともあるだろうし、それぞれのクリエイターたちが、あ、こういうものもあるのかっていうので、なんかこう刺激を受けて、そしたらもっと、未来に新しいものができるのかなっていう気もするし、そういう意味でいろんな国でいろんな面白いものが出てくるといいなというふうに、K-POP を聞きながら思ったりしています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介していきます。ラジオネームゆきふわさんからいただきました。埼玉県24歳の方。私が最近聞いてとても気に入った職場の先輩の新居探し中のお話をさせてください。職場の先輩の新居探し。先輩は現在新居を探しているようでして、内見のお願いをしたく不動産屋さんへメールをしたそうです。その際には丁寧に下手に出てお願いすることを心がけている文章で構成されていました。はあ、メールを見せていただいた私はさすが先輩と思ったのですが、最後の最後とんでもない言葉が。
今週末喧嘩させていただきたく思います。何卒よろしくお願いいたします。突然登場した喧嘩という物騒なワード、見学が喧嘩にご変換されてしまったそうです。見学が喧嘩、メール文が丁寧な分喧嘩が際立って味を出していました。メールの件名は果たし状にすべきだと思います。ただ見せてもらっただけの私でも変にツボってしまって大変だったのに、急に喧嘩を売られた不動産屋さんの方はどんな反応をしたのだろうとすごく気になっています。私はこういったご変換での面白文が大好きで、SNS で見ても高確率でツボってしまいます。内山さんはご変換に遭遇した時どんな反応をすることが多いですか？察するって感じですかね。また内山さん自身がメールなどでご変換をして送付してしまったことはありますか？ぜひお聞きしたいです。近頃は寒暖差が激しい日々が続いていますのでご自愛ください。これからも応援しています。新居探し中、不動産屋さんとのやり取りで見学させていただきたく喧嘩、これパソコンで打ったのかスマートフォンで打ったのか、喧嘩がスマホかな、キーボードのタッチだと間違えない気がしますよね。キーボードの配列的にか、だからフリック入力とかかな。でもわかんないですけど、不動産屋さんはもしかしたら彼女たちからしてみたらあるあるネタかもしれないですよね。あ、また来た喧嘩みたいな、いるんだよねこういう人っていうことになってる可能性もありますよね。そして内山さん自身がメールなどでご返還をして送付してしまったことはありますか？これが結構最近あって、事務所のスタッフに、どうある、あの件どうなったってこうせかすような、まだ連絡来てないよみたいな感じで、のメッセージを送ったら帰ってきて、あ、すいませんすぐ送りますっていう風に来て、で僕が いえ大丈夫ですって送るつもりで、いえ大事ですって送ってて、全然気づかずに半日経った後ぐらいにあれってなって、これそのまあこれも多分別に察したというか何も思わなかったと思うんですけど、忘れないことがなんかこうすごい嫌味に読めるなと思って、忘れないことって大事ですよみたいなあのすごい婉曲的に攻めてるみたいに読めるわと思って、やっちゃったと思って、これでも時間も経ってたから訂正しようか、いやでもするほど後日あってってわざわざ言うほどのことでもっていう考えてるうちに、まあいっかと思って放置しました。気をつけようと思います。ラジオネームじゅんじゅん88さんからいただきました。東京都30代女性の方。内山さん、内田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今日はこの2ヶ月間悩みに悩んで転職する決意ができましたので、ご報告のためにメールしてみました。私は30代で製薬企業のマーケティング部で働いています。製薬企業のマーケティング部、どんな仕事なんだろう。恵まれた環境ではありますが、そろそろ次のキャリアをどうするか悩んでいたところ、知り合いからベンチャー系の広報のお仕事を紹介され、魅力的な内容であったのでどうするか検討していました。ベンチャー系の広報のお仕事、会社が変わるってことですね。時を同じくして今の会社の別の部門長の方から、ぜひうちの部門に来てくれないかとお誘いいただきました。
こちらは来年海外で数ヶ月仕事をし、そこで学んだことを日本で展開できるようにするため、部門長と社長と密に働くようなポジションで、とてもやりがいがありそうだなと感じました。どちらのポジションも非常に魅力的であり、成長できそうなオファーであったので、周りの友人にいろいろアドバイスも聞いたりしながら、どちらにしようか毎日毎日真剣に悩みました。前日には、よし、こっちに行こうかなと決意したのに、翌日には、いやーでもやっぱりあっちに行こうかなと決意がなかなか固まらない自分に嫌気がさしながらも考え続け、最終的に決め手になったのは、どちらを選ばなかったら人生振り返った時に後悔しそうかという観点で決めました。結局新しい会社に行くことにしました。新しい会社は来年の1月1日からの予定です。今は東京都に住んでいますが、新しい会社は神奈川の藤沢となり、引っ越しも必要となります。久しぶりに人生のターニングポイントとなるような出来事で悩みに悩みましたが、この決断が振り返った時に良き方向に行けるようにしっかりと頑張っていきたいと思います。新しい仕事が始まっても日々の癒しに内山さんのワンクールを聞いていきたいと思います。朝晩だいぶ過ごしやすくなってきましたね。季節の変わり目となりますのでご自愛くださいませ。これからもウッチーさんのご活躍を楽しみにしています。製薬企業、マーケティング部。ベンチャー系の広報のお仕事、知り合いから紹介された、新しい会社に行くのか、今の会社の別の部門に行くのか、海外、そっちに行った場合は、来年海外で数ヶ月仕事をし、そこで学んだことを日本で展開できるようにするため、部門長と社長と密に働くようなポジション、なんかかっこいいですね。やりがいがありそうだ。どっちも魅力的だ。まあ、甲をつつけがたいってやつですね。成長できそうだ。確かにこれは悩むな。友人にアドバイスを聞いたりしながら真剣に悩み。へえ。で、最終的に決め手になったのは、人生振り返った時に、どっちの道を捨てたら後悔しそうか。はあ、なるほどね。そういう考え方もあるのか。で、新しい会社に行くことにしたと。へえ。引っ越しもあって人生のターニングポイントだと。なるほどね。まあ僕は本当ずいぶん前から同じ業界で同じような働き方でずっと20代過ごして、30代もね今のとこずっと同じことやってるんですけど、ただその一緒に仕事する人、会社に勤めていて僕らと接するような、同じ作品に関わってっていう人々はいろいろ変化ありますからね。そういうのをこう一言としてではありますけど眺めてきたとも言えてですね、例えばその同じ会社の中でも立場が変わるとかポジションが変わるとか、あるいは社内でとかその大きい会社の人は、同じグループだけどそこで異動があって部門が変わってやっぱ合わなくなったり、会わなくなってあの人何してるのかなと思ったらまたこっちに戻ってきてまた一緒に働いたりっていうそういうこともあるので、まあ、いろんな出会いと別れはね、僕自身も、経験していて、でまた会社変わる人も結構いらっしゃるので、まあ、同じ業界内で動くことが多いですね。だからまあ別れがあっても違う会社の人として再会するとかね、まあ、そういうのはそのこっち側としては結構面白かったりしますよね。いろんな出会いがあり新鮮だし、また同じ人と仕事できるとか、そういうのはねやっぱ信頼関係が積み重なっていくので面白い部分ではあります。あるいはねその会社から独立して新しく仕事を始めるとかね、まあ、いろんな生き方があるなって僕もそういうのを眺めながら思っています。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。ここで出会いました。2023年、まあもうね終盤ですけれども、2023年現在、人はどこで出会うのか。恋人に限らず、
友人や知り合いなどとどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただく、ちょっとぼんやりしたコーナーです。ぼんやりした、情報しか提示できないんですけれども、いろいろとメールをお寄せいただいていてありがたい限りです。ラジオネームルイさんからいただきました。京都、25歳女性の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。私には3歳年上の夫がいます。夫と初めて出会った場所はファイナルファンタジー14というネトゲです。山田くん、もともとはゲーム内で偶然同じチームに加入し、一緒に遊ぶようになったフレンドでした。話していくうちにお互い学生であることが分かり、一緒に遊ぶだけでなく学業や就活を応援し合う中で距離が縮まり、そこから数年の遠距離恋愛を経て昨年結婚をしました。ゲームが馴れ初めというと人によっては驚かれるかなと少し警戒していましたが、ありがたいことに寛容な方が多く、オタクにも優しい時代だなと感じました。今でも夫婦でゲームをするのはもちろん、フレンドたちも変わらず一緒に遊んでくれて、たくさんの素敵なご縁に感謝しております。私が内山さんの出ているゲームを夫にお勧めした影響もあり、今では夫婦で内山さんのラジオを拝聴しております。あら、これからもお体に気をつけて頑張ってください。夫との夫婦の出会いがネトゲ、ファイナルファンタジー14、あるんですね、こういうこと。ゲーム内で偶然同じチームに加入し、一緒に遊ぶようになったフレンド、話していくうちに学生であることが分かり、一緒に遊ぶだけでなく、ここ僕はこういう、オンラインで、顔も名前も、どういう職業かとか、そういう性質もわからないところから出会ってリアルで会ってみようってなったことが経験がないので、ここがすごい僕からするとジャンプなんですよね。いろいろ人に聞くと、割とそういういろんな趣味の縁で、じゃあゲームだけじゃなくて同じ好きなものがあって、じゃあバンド好きだからネットで出会って、じゃあ一緒にライブ行ってみましょうとか、どこどこに一緒に遊びに行ってみましょうとかっていうのあるって聞くけど、ここが分からん。その一緒に遊ぶ、じゃあリアルでも会ってみましょうよっていうのがすごいカルチャーショックでしたね。そのゲームで一緒にプレイするようになって仲良くなっていくっていうのはすごい理解できる。やっぱ、オンラインゲームやらないけど、ゲームで、協力して仲良くなっていくっていうのはすごいわかるんで、そのメカニズムはわかるけど、そっからこう、じゃあ会おうっていうのがすごいなって思いましたね。最初何するんだろう？やっぱゲーム関連のなんかイベントとかそういうものなのかな。で、学業や就活を応援し合う中で、そうか、お互い学生、年が、3つ違い、なるほどなるほど、距離が縮まり、しかもそこからまたドラマティックなのが遠距離恋愛なんだね。そうか、オンラインネトゲだから住む場所はそうやって離れてたんだ。遠距離恋愛を経て、でついに昨年結婚。うわー、ゲームが馴れ初めというと人によっては驚かれるかなと少し警戒していましたが、ありがたいことに寛容な方が多く、だからそこまでうわめっちゃ珍しいっていう感じじゃないっていうことなのかもしれないですね。寛容であり、なおかつ、時代もあるかもしれないし、で今でも同じゲームとかゲームで遊んでいると。はあ、それは確かにね、趣味共通してるといいですよね。一緒に遊べるっていうのはね、そこが食い違っちゃうと、それぞれの言い分というか時間の過ごし方にギャップがあると、揉める要因にもなりそうだし。はあ、そうかそうか。ラジオネームホタテ猫さんからいただきました。兵庫県、24歳の方。内山さん、スタッフの皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
職場と自宅の往復を繰り返す毎日で、新しい出会いなど自分には縁がないなぁと思っていたのですが、ここで出会いましたのコーナーでリスナーさんのお話を聞いて、自分にも一度だけ珍しい出会いがあったことを思い出したのでメールを送らせていただきます。それは私が高校生の時の話です。私が通っていた高校は田舎の方でしたが、空港へ向かう人が多く乗り換えをする駅が最寄り駅となっていて、たまに駅のホームに海外の方がいらっしゃることがありました。ある日、学校終わりの私が家に帰ろうと駅に向かうと、若い韓国人の男性が二人、何やら困った様子だったので、勇気を出して韓国ドラマで培った程度の韓国語で声をかけると、それもすごいね。電車で携帯電話をなくしたとのことでした。その男性から携帯電話の特徴などをお聞きし、代わりに駅員さんに携帯が届いていないか尋ねるも見つからず、アルバイトの出勤時間が迫っていたので力になれず申し訳ないと謝罪し、その日は帰宅しましたのですが、その後数日が経ち、学校終わりに駅に着くと、なんと携帯電話をなくされた方の男性が一人で改札前に立っていて、私に声をかけてきました。携帯電話は見つかったそうで、一緒に探そうとしてくれたお礼をしたくて、ずっとこの駅で待っていたのだと聞かされ驚きました。一緒に来ていた友人は別の用事があったようで、また別の日にその方を空港までお見送りすることとなり、慣れない韓国語ではありましたが、お互いの話をしたり、帰国してからも、向こうが帰国してからも毎日カカオトーク、LINE のようなトークアプリでトークしたり、その方が軍隊に入ってからは文通でやり取りをする仲になりました。そのことがきっかけにもなり、私は本格的に韓国語を学ぶための専門学校に入学し、その後は引っ越しをしたり、留学に行ったりでバタついていたこともあり、連絡の頻度は減ってしまったのですが、なんだかドラマのような出会いだったなぁと、今久しぶりに思い出して懐かしい気持ちになりました。長文失礼いたしました。これからもいろいろな方の出会いのエピソードを楽しみにしております。珍しい出会い。高校生。田舎の方の高校だったんだけれども、空港へ向かう人が多く乗り換えをする駅が最寄り駅で、外国人の人が多かった。学校終わりで若い韓国人の男性が二人困った様子。このまず韓国語で、英語とかじゃなくて韓国語で行けて、電車で携帯電話をなくしたことを、知れるっていうのがすごいですね。韓国ドラマで行けるんだ、すごいな。携帯電話の特徴などを聞いて駅員さんに伝えて、でバイト行かなきゃいけないっていうので、そこは別れて、でそこからね、数日たち駅に着くとその人がいた。お礼をしたくてずっとこの駅で待っていた。なんかこうすごい時間感覚で、一緒に来ていた友人は別の用事があったようで、また別の日に空港までお見送りすることとなり、連絡をし、その後もこう文通とかでやり取りをする仲になった。韓国語を学ぶための専門学校に留学に行ったっていうのも、やっぱ韓国なのかな。へえ。確かにドラマのような出会いだ。へえ。まあでも不思議な縁、出会いってありますよね。なんか知人から聞いたその出会いの縁で、そこつながるんだみたいのは普通にあったりするので、なんか人生何があるかわからないなっていうのは日々生きていても思います。そしてあとその言葉のあれで言うと、このホタテ猫さんの韓国ドラマで培った韓国語っていうのもすごいなと思ったけど、その K-POP の曲聞いたり、動画見たりしてる中で、K-POP の韓国のグループのメンバーが日本語を結構話せたり、あと柔軟にコミュニケーションを取れるほどじゃなくても結構知ってたりとかっていうのが、でプラス英語もいけたりみたいのが、
どんだけできんのみたいな、そこがすごいなって、思ってますね。いや、なんかすごいリスペクトしかないですね。すごいなと、そこは本当驚きます。まあもちろんそのね、ライブ日本公演した時とかに、日本のファンにが喜ぶっていう、そういうお仕事の側面もあるんだろうけど、いやすごいわっていうの圧倒されます。ということで、引き続き皆様の出会いのきっかけを募集しております。よかったら送ってみてください。以上、ここで出会いましたでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。10月入って、まあもう秋、今年の夏はすごい強烈だったので10月どうなるって感じですけれども、まあ秋でしょう。まあでもこっから寒くなっていくのはあんまり好きじゃないんですが、秋のね、旬のものが、美味しいものあればいいなと思っていて、何でしょう、キノコとか栗とか、栗ご飯とかね、見かけますからね。あとなんかコーヒーショップの前通りかかると、なんかこうさつまいもとかかぼちゃを使ったような、なんかそういうドリンクの、宣伝が目につくなぁなんて思って生きています。番組では皆様からのメールを募集しています。現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、恋人や友人や知り合いなどとどこでどう出会ったのかを送っていただく、ここで出会いました。買い物をしない、かっこ買いたいものがない内山聖輝に、買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです。10代から20代前半ヤングの皆さんから、33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただくクイズヤング。こちら世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りのローカルだけで流行っていることでも、どちらでも OK となっています。以上です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net、 one@joqr.net、件名にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして毎週木曜更新でお届けしてまいりました内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場は先月で更新終了いたしました。引き続き11月30日まではこれまでに更新した記事をご購入いただくことができますので、詳しくはノートの方をご確認ください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。